市会議員の川口博史です。今日は前回ちょっと言ったのかもしれませんが、防犯灯等の設置についてお話をさせていただきます。福岡市では特に街路灯、大きな照明灯とかがつくのは交差点に限っております。どうかすると片側がトラックのですね、大きな駐車場であったりとか工場であったりとかすると、大きな交差点がない場合、とか、ずっと両側が、道がない場合、照明がないというところがたくさんあると思います。以前東京大阪にも行ってまいりました。そこではもうやっぱり子どもや若い女性が安心して暮らすには大変危ないということで、お金がかかってでも一定の明るさを確保しようじゃないかと、最低限の明るさを確保してあげようじゃないかということで、積極的に防犯灯とか街灯の設置を進めております。福岡市ももう踏み込まざるを得ない時期かな。そして国もそういう事業を進めていこう、やはり生活者が良くならなければ街は良くならないぞという観点で進めております。私も大賛成でございます。特に福岡山も抱えておりますので、山の山道も全てということにはならないと思いますが、少なくとも市街化区域、まずは人が密集してそこを通らないと帰れないようなところについては積極的に街路灯を一定間隔、もしくは最低何ルクスを確保しようじゃないかということで進めていきたいと思います。今までやってきたのは特例として、特に水害が使って、もしも川があふれちゃうと道路と川が分からなくなるようなところには積極的に整備はしてきたんですが、まだ面的にそういった取り組みをやろうというのはやっと今進めようとしているところでございます。東京大阪から遅れておりますが、福岡もやはり生活弱者がやむを得ず遅く帰宅するようなことになる場合や、冬場のですね、通学帰りと薄暗い時も大変危のうございますし、そういった危険な道、あるところにですね、なんとか照明灯が設置できるように、まずは計画的に、そしてどこまでやるんだというのをはっきりさせて、予算も含めて私たちもやっぱり生活する側、何を求めているのかと教えていただいて、しっかりとそこに予算が回るように努力していきたいと思います。